内容とかいきます。7月22日、北九州の K さんのレッスンをやりました。ここの北九州の K さんと同じ方ですね。稲月の屋内球技場が久々に使えることになったんで、そこでレッスンをやりました。ちょっと雨の、予報だったんでね、やっぱりインドは安心ですよね、こういう時は。でレッスン内容はですね、フォアハンドに結構時間を使ったかなという感じがします。バックもやって、でボレーもスマッシュも、サーブもやったんですけども、フォアハンドちょっといろいろこうやってるように見えてなんか違うなというのがあってですね、一見久保田テニスっぽいみたいな、だけどなんか違うっていう、ね、でそこをちょっと勘違いされてる方結構多いんですよね。同じミスされてる方は結構います。なので、今からその間違いを、やってみるんで、どこが違うのかというのを、探してみてください。よろしいですか、いきますよ。そっちが、前から撮ってる、としていきます。これ分かりました、これ。あ、今分かったかな、これで、私の場合は全部、あれおかしいなっていうのが全部ってことは複数あるんですよ、今ので間違いがね。でそれを見抜かないといけないんですよね。前から打ち合いしてるんでね、マンツーマンのレッスンで打ち合いしてる最中に、あ、おかしいなっていうのを感じ取らないといけなくて、で、わかりました今の。ちょっと今度後方からどういう風になるかっていうのをやってみます。これ分かりました。これもうかなり、分かりやすかったと思います。皆さんどうでしょうか。分からない方はこう今一回止めてちょっと巻き戻して、何度も見て、まあ、実践したりとかして、ね、これが見抜けないことにはね、ちょっといつまでたっても振り出しができないかなというところではあります。で、もう一つですね、まあ、今ので間違いがいくつかあったんですけども、それ以外にもちょっと計算まずかったなというのがあって、それは何かというと、ボール相手ボールが飛んできて、で、バウンドする前にバックスイング完了して、で球が落ちたと同時にラケットを振り出すぐらいにしてほしかったんですけども、バックスイング完了はボールが飛んでくるまでにしてました。だけど振り落とすのが、ラケットをスタート切るのが、ボールがバウンドして上がってくるタイミングで下ろしてたんですよね。バックスイング完了して、で球が落ちるときに一緒にこうラケットを下ろしておけば結構余裕があって打てるんですけども、バックスイング完了してバウンドして上がってくるのと入れ替えるように下に下げて打ってたんですよね。でそれはですね、それでちょうどいい球もあるんですよ。ちょうどいい球もあるんですけども、それでうまくいかない球も結構多くあるんです。だからその辺は私は打ち合いの中で、判断するんですよね。例えば、まあ、それで間に合うならそれでやってて、でちょっともっと球が速かったり深かったりした時は早めにちゃんと下ろしてるのかなっていうのが、私の方で確認できればそこは何も言わないんですけども、Kさんはですね、全部そのタイミングで球が上がるタイミングで下げようとしてたんですよね。だからちょっとスピンがかかった高めのボールとかになると、そのタイミングでやると遅すぎてもう球が行きすぎるような感じになって間に合わなくて上から叩くみたいな打ち方も混ざってました。だからそこは気をつけてくださいね。ボールとのタイミングは気をつけてくださいね。で、先ほどの動き何でしょうか、分かりましたか。今から、じゃあ答えいきますよ。答えは、右腕の引き方なんですよね。これ横から見たらはっきり分かるんですよ。僕は前、こっちが今度右側だとしますよね。この構えからバックスイング、これなんか違い分かります。これ右脇こう開いてないですよね。でこの後開けてたんですよね。これコート後方から取ったら、この状態のこの肘の高さとこの高さって違いますよね。肘の高さがこれとこれって違いますよね。この肘の高さが違うっていうのはおかしいんですよね。なぜなら体がターンした時にはもう右脇が開いて、あとは肘を伸ばすだけで終わりにしないといけないから。
正しいやついきますよ。正しいのの肘の高さは見てくださいね。こうやってこのぐらいですか。でこの時肘はこっちに私曲がります。これ間違った方はちょっと近くで行きますね。間違った方の肘の曲がる方向、要するに肩の回旋具合、間違った方はこれ、これこっち側に曲がります。でこっから肘をこうと後方にやると見てくださいね、これこのひねりが加わるんですよね。だから肘がこっちに曲がるんです。もう一回いきますよ。向こうが前、こっちこうと右側だとしますね。右腕だけやりますよ。ここで締まった状態から開けるとだいたいこっち側の方向に肘が曲がる角度に用意してしまうんですよね。これこれでこっち回しちゃってる。正しくはこっちでこっちですよ。でこっちに曲がるんですよね。こっちに間違いはこれひねりがこう加わっちゃうんだね。でこれこれは前腕ロックじゃないですからね。前腕ロックじゃなくて肩をこっち内巻きにロックした状態です。これ内旋っていうんですから、ね、内旋させてロックした状態になるんで、この状態からの振り出しがすっごい苦しいんですよね。なんか上から行ってるような感じがしてて、で正しいやつはこの状態から下をくぐっていくんですけども、なんかこう出し方がおかしかったんで、でそこをよく見てみたら引き方おかしいねって、ちょっとこうここからくるっと回った時のラケットの角度がちょっとこう寝すぎてるなって、で高すぎてるなっていうのがあった。でそれやった瞬間、あ違うな、もう肘のこの引き方違うなっていうのは私は判断できるんですよ。一回いきます。これここからこう引いて、右手だけ言います、こう行って、これ横からやるとこう行ってこうしてますからね。でこっち側に肘が曲がるんです。これ正しくはこっちですよ。こんなもんですよ。肘この状態からこのぐらいの動きですからね。ちょっとあったとしても、これダメですよ。これ肩で面を後ろ向きにして前腕ロックしてるんですよ。で、Kさんはですね、イースタングリップぐらいでグリップは持ってるんですよね。昔ちょっと暑い時もあったんですけども、イースタングリップに今変えてて、でこの手の持ち方もしてて、で肩を回旋させて面を後ろ向きにしてたんですよね。でイースタングリップで薄めのグリップっていうのは、その真後ろまで向いたらダメですからね。これ真後ろやりすぎなんでね。この状態から前腕で前腕ロック、海内の方をやるとだいたいこう斜め下ぐらいに このぐらいで十分なんですよね。ここまで行くとだいたい肩やってます。肩を内巻き内旋させてます。正しくはイースタングリップでやった場合っていうのはこのぐらいで十分ですからね。斜め下で十分ですからね。前腕ロックすると、ね、ここまで上がると違うんだよね。そこちょっと気をつけた方が良かった。打ち合いになったらどんどんなんか上がってきた感じもあったんでね。で手首は肩の高さぐらいまで行き出したんでね。でそっから下ろすってまた大変だしね。まあそんな感じでした。でそれが一つで、もう一つ分かりました。もう一つ、ちょっとおかしいなっていうところがあるんですけども、分かんない方はもう一回さっきのところにこう巻き戻して戻っていただいて、で確かめてください。今の右手は今のです。右手は今のですって言ったら大体わかるんですけどね。まああと左手しかないんでね。左手は何、どういうふうにおかしかったのかっていうのを、もう一度見ていただければいいと思います。どうぞ今見てくださいね。また早く久保田答え言えよみたいな感じで、見てしまわないように実践してみたり、動画をもう一回何度も見てみるっていうのは大事ですからね。いいでしょうか。もう言いますよ答え。左の肩見てくださいね。これこっからこうやってたんですよ。これ肩上げすぎですからね。今顎のあたりが隠れてますよね。これ綺麗になんか伸びてるような感じがするけど、これやりすぎなんですよね。正しいやついきますよ。正しくはこのぐらいですからね。これ今私の顎が見えますよね。首のあたりもちょっと見えるぐらいだと思うんですけども、
これが正しいやつで、間違いはちょっとここからこう肩も上げちゃったみたいな、肩を落としといてこうしないといけないのに、肩を上げてちょっとこう体、背骨を丸めるような感じで構えてたんですよ。でこれってつながりが右手と左手ありますからね、そこ、こう、こういう感じの、これこっちに曲がります。これやりやすいんですよね。やりやすいというか、この体勢だけ一つ区切れば、これやりやすいんですよ。でも私が言うこの3割3割のこれにはやりにくいんですよ。こうやる人は体を回してそのまま叩かないといけないんですよ。前腕も動かさないといけないんですよ。だから構えがちょっと、合わないというかね。正しくは、こうです。この状態、ちょっと脇も空いてる。で、こっち持っていく。で、この時に、綺麗に、顎は前から、撮影した場合は見えるようになる。で、これですよ。これ。これ正しいやつ。肘もこっち曲がります。こっち曲がります。こうじゃないですからね。で、肩も、左肩も、綺麗にこうストレッチしたような感じで、ちょっと指先をこうと右に引っ張られたような感じの構えなんです。なんとなく腕をこう上げたようなこういう感じにならないようにね。で、Kさんやってたら結構もう口まで隠れるぐらいになりだしたんですよ。あれ結構なんか肩上がってるなと思って。で、このミスっていうのは2つこうセットで直していかないといけなくて、両方揃えないといけないんですよね。肩はできないんですよ。手をこっちに正しくやろうと思って、これにしようと思って、これって合わないですか？で、こうしといて、これも合わないですか？これ、両方ともセットで、同時でやらないといけない。で、まあ、左手きれいに伸ばしたら、この構えと合って、大体その後の動きっていうのは、うまくいくようになりました。ここまでいければね、よかったんですけどね、ちょっと、これがね、いまいちでしたよ。このこっち曲がる、これ似てるけど違う。正しいのはこうですからね。こんなもんですからね。で、あとちょっとまあボールとの触り方なんですけども、それはやっぱりそこだけちょっと、気をつけていただきたかったですね。引いてボールがこれだとしますよね。ここからこういって面が下向きで寄って開けばよかったんですけれども、Kさん引いて下ろすとこまでやるようになってて、その後ちょっとやっぱりこうやってたんですよね。引く下ろす、正しくはこれ、この肘曲がる角度がこっちに行かないといけなくて、引く下ろすでこういう動きをして欲しかったんですけども、これがここは動かさずにこっちを動かしてたんですよね。手先をね、こっちで面が右向きになって触ってました。で本当はこれ前の方に行かないといけないのに、こっちが私が進めてる打ち方っていうのは引いて下ろして横に行く打ち方なんで、それを前に行かないといけなくなってしまった、こっちの手をやってるのに横に行こうとしてて、で横回転がかかって結構ぶっ飛んでましたね。なのでそこを気をつけていただければ、うん、でこれがかなり改善しました。今回はもう本当に、もう完成度 100% に近いぐらいの、フォアハンドになりましたからね。ちゃんと立て替えてるんで、でバックスイングも綺麗に整って姿勢も良くて、でこう合わせに行って、でちょっとこの肩の回線の揺さぶりを使って縦回転にして、スムーズにこうスルーッと横に抜けていって打球されてました。でやっぱその正しいフォームでやってると、もう球のラインがもうずっと安定するんですよね。球の速さと回転と、高さがもう全部揃うんですよ。何回やってもね、ちょっと横に出しても同じようなラインの球をスーッと打つんですよね。
で、さっきの寄せたはいいけどもちょっと前腕ひっくり返って右向きからやったっていうのでやるとあのもういろんな球が出てくるんですよ。高さは違うしスピード違うし回転がまあまちまちだし、っていうのになってました。 でも今回はあの綺麗に整いましたから、おそらく、まあ、Kさんそれなりに、以前も、できてるのはあったんですけども、で今回は今までで一番良かったんじゃないかなというぐらいの完成度ではありました。なので、そのまま練習していただければいいと思います。あの一応最後の方にもこの間違いと正しいのと間違いと正しいので正しいやつこの動きとこの間違いのやつというのを、交互にやってもらってねビデオ撮ってでもらったんでそれを参考に練習していただければいいと思います。あと次バックハンドなんですけども、バックハンドはですねちょっと下向きにする場面が結構あったんですね。片手のバックハンドでここからこう縦で引いてこう下向きにして振り上げるというのがあって、でまた前腕が回ってたんですよね。すごく暴れてたというか持ち上げるのに必死になってた感じがあって、で、それはですね振り出した時は少し上向きでいいですよというふうに言いました。上向きでいいと、上向きで動かし出して前向きに揃っていけばいいというふうに言いました。ちょっと下向きはダメなんですよね。片手は両手だったら下向きでも意外と打てるんですけども、片手のここで下向きっていうのは持ち上がらないんだよね。余計前腕暴れて、体重も前にしたくなって振りも大きくなってくるんで、そう気をつけてくださいね。少し上向きにしてて飛びすぎるぐらいにしておいて、飛びすぎる面を前向きにしていく打ち方の方がいいです。で、素振りされてた時もちょっと見たんですけども、あの向こうが前だとするとこういう素振りされてたんですよね。こういう素振り、これあのラケットヘッドは前に行ってるんですよ。でこれっていうのはコンチネンタルグリップでの、ドライブだったりスピン系はそれで少し前に出てもいいんですけれども、Kさん少しあの厚めなんで、少し厚めというかまあそんな厚くないですけども、コンチネンタルよりもだいぶ厚い方なんで、その場合は前に出さずにこういう軌道を通らないといけないんですよ。ヘッドは立つ、前がつかない方だから、この辺に壁があると思って素振りしてくださいって言って、何度かこうやってもらいました。だからそれはそれであのそれをやろうとする手は出てきたんですよ。なんですけれども、左手の使い方が悪くてそれは分かってるんだけどできないというのはありました。左手はあのもう、過去に何度もレッスンやってるんで つけていかないといけないというのは もちろん分かってるんですよ。ケイさんはね、なんだけどもこんな感じでやってましたね。ここからこう行ってこの辺で離してこっちに持ってきてたんです。分かります？向こうは前、こっちはこうと後方だとしますね。こんな感じで、その後にここでこう行ってここで離して右手がダーッと行った後に左手がこう出てきた感じがあって、これはですね、左手ここに行ってこっちに来るんじゃなくて逆に左手を体の前側までつけていって、で手を離して少し後ろに戻るぐらいの感じがいいんですよ。こういって後ろに戻る、ここからこういう感じの方がよくて、ここで離してこういじゃないんですよ。あの以前左手はこうブランとぶら下げた方がいいですよっていうふうに言ってたんで、おそらくそれをやってたと思うんですけれども、あのこの辺から離してこうやってましたから、そうではなくて、だいぶ左手ついていって、で肘すぐここから伸ばしてしまって、それからこっちにちょっと戻る感じで行って体が少し回れば大体この辺にあるんですよ。分かります？そっちが前だとしてついていきますよね。両手今持ってます、持ってますね。左手ここから持っていって離してこうなればいいですよね。それがここで離してで打球した後に左手が出てきたみたいな、こういう感じになっちゃうんですよ。これ違い分かりますか？間違いこうですよ。間違い正しいのは
こっちです。もう一回いきますよ。間違い、間違い、この辺で左手離してしまって、右手がこう長く、だから間に合わないと思ったらこういうのが出てきたんですよ。こっちから行こうかなみたいな、この手がね。でもこれ両手でこの辺まで行ったら多分これやらないと思いますよ。こっちに抜いた方が早いんで。で左手はついていった後ちょっと後ろに戻る感じ、これですよ。正しいのは向こうが前だとすると、ここまで行ってこうですか、ここまで行ってこっちですか、ね、これっていうふうに、お伝えして、であと力の入れ具合なんですけども、あのここ後ろの方で手を離すともう右手頑張ってここから力入ってしまうんですよね。でそうじゃなくてフォアハンドのバックスイング完了して引く、下ろす、打つっていう動きありますよね。引く、休む、で打つ、でそれと似たような感じで引く、でゆっくりやって、ここであのグリップの裏の方をボールの方に合わせて、でその後早く振ってくださいというふうに言いました。引く、ゆっくり下ろす、で速く、このスピード感を伝えました。ここからスピードアップしたらダメですよ。ここでスピードアップはダメで、だいぶあの右足側、向こうは前だとすると右足側まで行ったらスピードアップしていいよ。でそのスピードアップはさっきのあの壁があるのと、右側に引くのを一緒にやってください。壁を作って右側に引く、前側にはダメですよ。で体重もちょっと前になってたんでね、その辺気をつけていただければいいと思います。であと、ハイボレー、ハイボレーちょっと怪しかったですね。ハイボレーがやっぱりこっち側に行ってたんでね、そっちが前だとすると構えがこれもありましたよ。こうしてこうしていくの構えは肘がちょっとあの上がって、もしくは内旋させて、これで上を見るよ。こっからこっち側ですからね。これこれこれもありましたからあれやっぱ猫パンチなのかなみたいなのがあったんで、それは、まずいんで、この状態から上げて打ってください。1、2、3、1でほとんど腕上げといて、2と3ってもうここがこの辺がこうお手軽になるよ。それが下がって上げたつもりが後ろに行って、でその後に出てきたらならないようにね。1で構えて、これ1段階上に上げてるんですよ。こうは上げてないですけども、全体的には上に上がってますから、全体の重みは上に上がっていってるんだよね。で上げて打つ、上げて上げて打つ、間違いは下げて全体の重みを落として、それから体の後ろ側にもう一回ラケットを落として、で打つですからね。間違いはね、間違いは下下上、実際は下下前じゃないと力は入らないと思うんですけどね。上になるとカスカスになると思います。ただこれも下下で前側に距離があると意外と叩けたりします。これ正しくは上上で落とすがいい。上上前じゃなくて上上落とすになればいいと思います。でスマッシュなんですけど、やっぱりそのこの肘を引っ込める癖があるんでね、スマッシュもやっぱりこっちからこう回して、打ってしまってましたよね。でそれは、ハイボレーをやってもらって、このハイボレーやって、でこのぐらいここからこういってる、この腕の動きの中でスマッシュをやる感じにしてくださいって言って、打ってもらいました。でどういう球を打ってもらったかというと、ちょっと低めの球ね、低めでちょっと、コート右寄りの球をハイボレー、ここでハイボレーしてもらってます、ね、このぐらいの高さね、このぐらいの高さにちょうどなるように球を送って、でそこでスマッシュを打ってもらいました。もう時間的にもうこんなやる時間がないやつなんで、ここからひっくり返すだけになってきたんですよね。でそれでスマッシュを打ってもらったら安定しましたね。もちろんこうここからこうやってすぐ上げて打つんですよって言ったんですよ、言ったんだけども、まあ、それで全然、そのアドバイスは効果がなくて、まあ、動画でも撮ってやったんですけども、やっぱり後ろに行って打ってたんで、ハイボレーの方から、練習してもらいました。ただそれでうまくいきました。もちろん素振りはこういう風にやってるんですけど、ね、球を打つとこっち側に行くっていう癖があったん でハイボレーのこの場所でここからスマッシュちょっとだけね、
ここからちょっとだけ。ちょっとだけというのはどういうことかというと、構えてこの位置からラケットヘッドが後ろに行って前に来るんですけども、ここからこの後ろにこの動き、ここからこの動きが1から10だとすると、2か3ぐらいの時にはもう切り返して前に出すようにしてくださいというふうに言いました。で、2か3ぐらいで切り返して前にやろうとすると、ちょうど程よく後ろがついて、帰ってくるんでというふうに言って練習してもらったら、それですぐうまくいきましたね。で、サーブもまた同じように、ね、ここから、やってもらって、間違いもやってもらって、正しいのと間違いを交互に、それぞれやってもらったんでね、それが良かったですね。まあちょっと今、雨が結構降ってきたんで、今回はここまでにしておきます。まだちょっと、バックボレーはですね、この状態からこっち行って打ってたのがあったんで、これ見てくださいね、遠い球に対して違うところに引いてで出すっていうのがあったんですよ。でこれこの構えをしたらダメってわけじゃなくて、よく見てくださいね、こうこれ分かりますと、球が、画面よりももっと遠くに来たとしますよ。でラケットその時引いて打っていいんですけども、その引き方っていうのはここからこうですか、間違いはここからこれダメですからね。ラケットが球が飛んできてる遠くの球に対して一回離れてこっち側に行って出てきたらダメですよ。この状態からこの辺見ててくださいね。この私が左手ラケット持ってますよね。この辺り重心の辺りも見てくださいね。この位置からこれずっと進んでますよね。これ OK ですからね。ここからこれ OK です。でもこの引き方ダメですよ。ここからこれダメですからね。正しいのはこれです。これだったら、お手軽に当たると思います。1,2,3 なんですけども、1,2から頑張ることなく3で当たると思うんですよ。間違った引き方でやってしまうと1,2で3で慌てて思い切り出さないといけないっていうことになると思います。正しいのは1,2,3で何のこうグッていうテンションもいらずに、ボールに触れると思うんで、その引き方を間違えないようにしてくださいね。引き方というか、移動とその引きのこの組み合わせの方っていうのは間違わないように。もう一回いきますよ。こうありますよね、ラケット。ラケットどんどんそっちに進むんで見てくださいね。ラケット単体だけ見るとこうはなってるんだけど、これ進んでますよね、動いてますよね。それがこれ進んでないで行ったらダメですよっていうことなんでね、はい。まあちょっといろいろ他にもあったんですけども、ちょっと雨が降ってきたんで、今回はここまでにしておきます。